マイクラでブロック斜めに置く方法知ってる人いるかな？初心者の頃はこういう風に斜めを再現すると思うんだけど、これ端とかに使うと通りにくいのが不便なんだよね。そこでマイクラ慣れてきた人は L 字型にね置くようになると思うけど、斜めというより L 字に置いてるだけなんだよね。実は進化なしで斜めにブロック置く方法もあるんだ。え？バニラでブロック斜めに置けるの？まず階段ブロック同士を背にするように並べてから普通のブロックを置く。その後また階段ブロックを背に置いてブロック置いてを繰り返していって、隙間のとこにはハーフブロック、最後水を入れてから上から見ると、確かにだけど水ないと見栄え悪いから橋とか作るときにおすすめだね。